こんにちは。ちょっと今更の話なんですけど、先ほどあの市長さんと話してて、まあ、次の井上尚弥選手の試合が、まあ、指名戦というところで、現在ね、IBF 同級1位の、マイケル・ダスマリナス選手が、まあ、濃厚と。で、ダスマリナス選手も、まあ、2年以上待たされてるっていうところで、まあ、この試合っていうのは、まあ、組まれたいですよね。うん、で、まあ、それをクリアしますと井上に陣営が、カシメロとウバーリーっていうふうに、まあ、陣営は考えてるというところで、話になったのが、そもそもなぜにモロニーと試合をしたのかというところで、もうちょっと振り返ってみてもちょっと変な話なんですけど、ちょっと思い出せなくて自分も、うん、なんでモロニーになったのかなみたいな。で、あの時も今ね、話してて、ちょっと必死にこう、頭を過去にね、戻してみたんですけど、あの時っていうと、確か8月の下旬とか、もう終わりとか、まあ、9月の、その初旬というか、その、まあ、秋口ですよね。秋口ぐらいになんか、モロニーの、話題が出てきて、で、その内容っていうのが、まあ、WBSS に出たと、モロニー選手が。で、まあ、優勝したモンスターっていうのは、まあ、憧れでもあり、その目標だみたいなことを述べられてたなと、うん。で、これに挑みたいっていう形で、述べられてて、で、まあ、ちょっとね、こう、記事になってたぐらいの感じだったんで、まあ、実現っていうのは、もうほぼほぼないのかなと。その、モロニー自身の、その、まあ、願いというか、願望を、やれたらいいなぐらいの感じで言ってるんだなぐらいだったんですよ。そしたら、急になんか、ラスベガスで、モンスターと、モロニーっていう話が、ね、出てきて、で、うん、まあでも、WBSS も出てるし、うん、でコロナ禍で、うん、対戦相手もいないのかっていうところで、まあちょっととは思ったんですけど、でもそれには、うん、実績とかも見ると、まあこの相手でもしょうがないのかなと、うん、本当は統一戦とか見たかったけどねっていうところで、その時は終えてたんですよね。うん、で、そのもうモロニーで決まった、はい、っていうところで。で、今になって、ちょっと市長さんと話してて、なんでモロニーってやったんだと、いうところで見ると、確かになと。うん。もちろんモロニー強いね。強いし、あれだったんだけど、その時になぜにダスマリナスと試合しなかったのかな、って今ね、ふと思い返して、それがね、ちょっとなんでだかわかんないっていうところで、うん、ちょっと皆さんにね、問いかけてみたんですけど、逆に。はい。っていうところでね、ちょっともし分かる方がね、いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄の方よろしくお願いします。はい。っていうところで、まあ、モロニーと井上尚弥選手の試合も、もう本当に、自分をね、もう、めちゃめちゃ、キャリアの中で、モンスターの中で、まあ、ドネアと互角かそれ以上ぐらいに、熱い試合だったと思うんですよ。キャリアの中で最も。でも、まあ、この試合がなかった場合、モロニーと組まれなかった場合、ダスマリナスを消化して、今頃、その、カシメロなり、その、誰かウバーリーとか、に、いけたんじゃないのかな、とかいう、ちょっとたらればな話なんですけど、っていうのも思ったりとね、して、なんでモロニーとやったのかな、しかも WBO の1位だったよね、当時、みたいな感じで今思ったんで、はい、ちょっと動画にしてみたんですけど、ぜひね、その真相が分かる方がいらっしゃいましたら、コメント欄の方よろしくお願いします。はい、以上です。